皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。ヒムロットシードレスの定植3年目なれ、8月16日の様子になります。現在の様子はこんな感じ。今ですね、かなり風が強くて、バタバタうるさかったら申し訳ないです。今年はですね、緑の袋をかけてあります。で、その影響でですね、昨年は7月の末ぐらいから8月の中旬にかけて収穫していたんですけども、今年はですね、まだ4房しか収穫していません。で、その4房なんですけどね、まだ糖度が上がりきっていないっていう状態です。おほほ、風がすごい。はい、すごいですね、嵐でも来るのかなっていう風ですけども、一応今日の天気予報的には晴れなんですけどね、ちょっと山の天気は変わりやすいのでそんな状況になってます。今年収穫した4房ですね、まだ糖度が上がりきっていないという状態だったんで、一応この緑の袋っていうのはですね、シャインマスカットなどに使うやつで、日焼けをしてちょっと黄色くなるのを防ぐ、そういう効果もあるんですけど、黄色にならない分ですね、収穫がちょっと遅れると、だいたい10日ぐらい遅れるよということだったんですけども、まあ確かにそんな感じなのかなと思います。で、今日はですね、そろそろ収穫が来ただろうということで本格的に収穫していこうと思うんですが、現在房がどうなっているのかちょっと見てみたいと思いますんで、今から袋の方を外してみます。それでは作業の方をやっていきます。はい、袋の方を外してみました。こんな感じですね。今これはちょっと細長いやつですけども、こんな感じで少しですね、黄緑がかってきてるかなという感じですね。そろそろいいんじゃないかなと思います。これなんか立派ですね。ちょうど良かったかなっていう気がします。房の大きさちょうどそうですね、20センチいかないぐらいかな。おそらくこれで350から400グラムぐらいじゃないかなと思います。今年はですね、この黒いつぶつぶですね、これの正体がハダニの仕業だっていうことがようやく分かって、で、そこからですね、ちょっと薬剤散布をミスりまして、こんな感じで薬害が出てしまいましたが、もしそれがなかったらね、かなり綺麗な房できてたんじゃないかなと思います。悔やまれますね、そこは。まあちょっとそれは来年以降の課題ということです。あとですね、少しですけど劣化が出てますね。よいしょ。はい、こういう感じ。パクッと割れています。ですね、おとといかな?おととい、ちょっと台風が通り過ぎた感じで、結構ね、地面の方、濡れてたと思います。その影響もあるとは思うんですけど、もっとバンバン割れるかなと思ったんですが、思ったよりは割れなかったですね。去年はですね、ちょっと動画にできてなかったんですけど、ヒムロットはですね、終盤結構劣化しました。熟した後ですね。ちょっと収穫期を逃して置いてた房とかは、大雨の影響もあってバンバン割れたんで、今年もすごい割れてんじゃないかと思ったんですが、まあ、ぼちぼちですね。はい、こんな感じ。パクッと。割れています。ちょうど薬害が出てるやつですね。そろそろ収穫いいんじゃないかなって思うんですが、どうでしょうね。ちょっと一個食べてみますね。はい、それじゃあいくつかつまんで食べてみようと思います。まあやっぱり一番上がいいですよね。これいってみますか。
はい、こんな感じ。こいつですね。粒は、まあ、ぼちぼち大きくなってますね。あと、ヒムロットの特徴で、熟してくるとですね、こう、皮と実の間に、ちょっと白い、なんていうのかな、白い膜みたいなのが見えるようになります。じゃあ、ちょっと剥いてみますね。うん。ああ、皮離れはいいですね。去年と同じ。今年は結構ね、着流確認して、小豆大になるまで待たずにやったんですけど、ちゃんと着流してから、地べ処理すれば、こんな感じでつるんと剥けますね。はい、こんな感じ。じゃあちょっと食べてみます。いただきます。うん。うんうんうん。あ、美味しい。ああ、甘くなりましたね。うん。そうですね。やっぱり糖度的には、去年の8月上旬ぐらいの甘さです。やっぱりこの緑の袋、収穫10日ぐらい遅れますよって話ですけど、確かに大体そのぐらいですかね。こちらは、下の部分ですね。下の方の糖度はどうか。うん、皮が。こちらも剥けやすい。でもなんか下の方がちょっと柔らかい気がするな。果実が。おっと。はい、こんな感じ。ちょっとちっちゃめ。どうかな。いただきます。うん。あ、美味しい。うん。うんうんうん。あ、味の面ではですね、去年とは比べ物にならないぐらい美味しいです。うん。甘いし、まあ果汁も多いですし。そうですね。なんか、歯応えはね、全然ないんですよ。本当に。口に入れた瞬間に砕けて、溶けてなくなる。そんな感じ。ああ、美味しいですね。ちょっと薬害出てるのも取りますか。はい。はい、こんな感じですね。ちょっと水をね、かけて洗い流したんですけど、どうしてもね、実の下の方をですね、実が重なってるところの汚れは取りきれないって感じでしたね。ちょっとこちらも剥いてみますか。あ、その前にね、ちょっと見ていただきたいのは、こんな感じ。このね、薬害が出て皮に汚れが出てしまった部分はちょっとね、身の肥大が良くない。そこだけ身の肥大が遅れてる。まあ皮がちょっと突っ張っちゃってるんでしょうね。そんな感じになってます。こちらも剥いてみますけど、どうかな。うん、この薬害の部分ですね。こんな感じですね。もう本当にね、皮の表面に汚れが付着してるだけなんで、身の中は全然問題ないっす。さすがに皮ごとは食べれませんが、皮を剥いて食べる分にはまあ、自己責任ですけど問題ないかなと思います。うん。じゃあこれもちょっと食べてみますね。いただきます。うん。あんま。うん。うんうん。あ、美味しい。ああ、もう収穫して大丈夫ですね。いいんじゃないでしょうか。うん。まあ、一個一個ね、ちょっと味見して、その後収穫をしていこうかなと思います。おっと。今触ったら落ちてしまいました。こんな感じですね。もう割れる寸前だったと。ヒムロットはですね、どうしてもこの、脱流がですね、起きるんですよ。それが収穫期に入ってから起きやすい品種なんで、なかなか市場には出回りづらいですね。そういうのがあると。はい、いただきます。うん。甘っ。うん。よかった。ちょっとね、去年に比べて糖度が上がるのが遅かったんで、大丈夫かなって思ったんですけど、うん。完全にですね、
袋を変えたことによる影響ですね。あとはこのハウスの間口なんですけど、去年ね7月の末に大規模な葉焼けを起こしてしまって、その反省も兼ねまして、今年はですね6月の末ぐらいかな、もう6月の末ぐらいに間口のビニールを上げて、その代わりに防腐ネットに変えてあります。まあ、その影響もあるのかなって思うんですよね。その間口のビニールを開けてからこと、ハウス内の室温っていうのは去年に比べて下がっているはずなんで、その影響もあるのかなと思います。こんな感じですね。じゃあ収穫していこうかなと思います。それでは収穫していきます。ヒムロットシードレスの収穫1回目が終わりました。はい、こんな感じで収穫できてます。今日はですね結局6房収穫しました。まだですね、1、2、3、4、5、6、7、あと7個残ってます。4房取って 4+6=10、今年はですね17房つけたという形ですね。まあほぼほぼですね全ての枝につけたって感じです。ヒムロットはですねこんな感じで狭いスペースでも収穫できて、まあ糖度上がりますんでね。うちの畑の場合ですと、こちらが主幹部で第一種子の方はですね1メートルくらいしかありません。で第二種子がそうですね 1.5 から2メートルぐらいかな、そのぐらいになってます。まあそのスペースでも17房つけてちゃんと糖度も乗ってくるということですね。ちょっとね残りの房に関してはもうちょっと置いてみて甘さに違いが出るのかなとかちょっと見てみたいんですよね。ただね、天候次第では食べる前に腐ってしまう可能性もあるんで、ちょっと動画にできるかは分かりませんけども、そちらも後日収穫したいと思います。はい、こちらですね。こちらは持ち帰って、まずねちょっとお盆ということでうちのばあちゃんにお供えして、残りはですね家族と一緒に食べようと思います。はい、ヒムロットの収穫が終わりました。今年の房はこんな感じですね。よいしょ、こんな感じで房の形はいい感じにできたかなと思います。問題はこの花皮の汚れ、この黒いつぶつぶは肌にの被害、そしてこちらの黒くなっ、こちらの茶色くなってしまっているのが薬害、花粉の溶脱です。まあそれを除けばですね糖度もがっつり上がってるみたいですし、今年のヒムロットは去年のヒムロットよりもいい出来かなと思います。味に関してはね2段階ぐらいジャンプアップしたかなって思ってます。あとこちらが今年一番の大房、多分これ500g は超えてるかな。ヒムロットの場合ですね300から400ぐらいを狙ってるんですが、こういう感じ、このね上の肩の部分ですね、上の肩の部分を残してしまうとこういう感じでねニュンと横にはみ出てしまうと。おそらくこれはね他の房に比べると糖度がそんなに乗ってないんじゃないかなと思います。これがですね、一番最初の下垂成形、その時点で13センチの長さに残したもの。一応袋には収まりますが、ちょっとでかすぎですね。
やっぱね、このぐらいがちょうどいいかなと思いますよ。こうビシッと実が詰まって糖度も乗って、こんな感じですね。まあ今年の出来はですね、牡蠣の汚れですね、そちらを除けばいい出来じゃないかなと思います。劣化も少なかったですしね、ちょうどいい感じでした。あとは天候に恵まれたっていうのもあるとは思いますけどね、今年は去年みたいに長雨がなかったんで、その分いい実が取れたかなと思います。こちらですね、家に帰って、まあ家族と共に食べようと思います。誰かにお裾分けするのは来年以降の楽しみですかね。はい、それでは今日はこのくらいで。いつも最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。